鍛えたいという皆さんのために相撲ヨガ追い込み編です。結構きついです、頑張りましょう。足を肩幅の2番に開いて、足先は斜め45度、お尻の穴を土俵に向けてお腹に力を、腰を真下に落として腕を開いたら息を吸って吐いて体を止める、吐いてひねる、吸って吐いて、ウエストを絞るような感覚で、腕をきれいに使います。息を吸って、背筋を伸ばして、吐いて、左手で右足を吸って、戻して、反対。で、吐いて。膝が内側に入ってきてしまうことが多いと思うんですけれども、そうならないように気をつけてください。はい、しっかり絞ってください。で、あと2セットで踏ん張って、吐いて。上がってきてませんか？ちょっと下げてくださいね。吐いて、背中を伸ばして、吐いて、です。腰を真下に落として、ここまでは基本通り。息を吸いながら片足を持ち上げて、吐いて、踏み込む。吸って持ち上げて、吐いて、踏み込む。で、吐く。で、お腹のコアを意識して、お腹周りを引き締めるようにしてください。で、吐く。はい、ラスト。吐いて、吐いて、吐いて。はい、よくできました。これがストレス。次は足を上げていきます。息を吸って片足を持ち上げて、膝を伸ばします。吸って引き上げて、吐いて、うん、で、吐く。で、よろけないように、なるべく重心を保った状態で、ふっくらともに自分なりに上げてみましょう。で、あと2回です。で、吐いて、はい、お疲れ様でした。かなりお尻に来てると思います。もちろん基本姿勢はキープのまま、まず両手は握り拳、息を吸って吐いて土俵に着く、先頭を開いて吐いて腹を出す、この時膝が内側に入らないように注意してください。吸いながら腰の位置そのままで上体を持ち上げて吐いて腕を下ろす、1回でも気持ちいいです。ああ、右から土俵につく、吸って目線正面、吐いてお腹を起こす、このまま息を吸って両手を持ち上げて吐いて腕を下ろす、さあこの調子で吸って構えて吐いて倒す、吸って胸を開いて吐いて腹を起こす、落としたまま息を吸って吐いて腹を下ろす、吸って構えて吐いて右からつく、目線正面、吐いて腰を落とす、腰の位置そのままで上体を持ち上げ吐いて腕を下ろす、
吐いて、お腹を落とした時のまま息を吸って、吐き上がってくるのを我慢しましょう。最後、吸って、吐いて、で胸を開いて、吐いてお腹を落としてその状態のまま、しっかり踏みしめて持ち上げて、吐いて下ろします。よく頑張りました。Yeah.